オーストリア自由党はオーストリアの政党である。独立連盟を前身とする極右政党でポピュリズム、欧州会議主義、反移民、反ムスリムを掲げる。現在の党首はノルベルトホーファー。自由党を名乗るが自由主義政党というよりも極右ポピュリズム政党、ドイツ民族市場主義政党の性格が強い。これは同党が第一共和国時代において、 ドイツ民族主義派と呼ばれた農民同盟、大ドイツ人等、五国団などの大ドイツ主義的な小政党の連合体に由来するところが大きい。ドイツ民族主義派はナチスとは民族主義では共通するものの、その政治思想からむしろ共合関係にあったが、アンシュルスの過程においてある部分はナチスに合流し、ある部分は弾圧を受けた。戦後、 大ドイツ主義派が合同して再建を目指す動きがあったものの、ドイツ民族主義そのものへの世論の反感や、連合国側の警戒から合同に成功したのは1956年のことであり、旧ナチス関係者からオーストリア社会党と連立政権を組むオーストリア国民党に反発する自由主義的な保守層までを内願した政党として発足した。現在の自由党の政策の中にも、 出入国管理協会やより厳格な法の執行、家族を保護するための基金の創設などに、右派政党としての性格が現れている。現在の投稿量、オーストリア第一は2011年6月20日に、グラーツで発表された。それ以前の1990年代末、当時自由党内にいたエワルド・シタトラーによってまとめられた党の原則があった。そこでは、 キリスト教に対する堅固な信頼が語られていた。副党首、ノルベルト・ホーファーによって作成された2011年新綱領において、我々の故郷、オーストリアへの共同愛が明白に語られ、ドイツ語を話す民族と文化共同体への貴族が読み取ることができる。オーストリア各地に歴史の中で定住した、ブルゲンラント・クロアチア人、スロベニア人、ハンガリー人、チェコ人、 ロマ等の少数民族をオーストリアに統合された構成要素とみなしている。加えてオーストリア自由党は自由な諸民族からなる欧州の擁護者であると言い表している。歴史の中でオーストリアに定住した諸民族と元来の民族集団によって形成されている祖国オーストリアの民も欧州の一員であるが人為的禁質化を行うことを拒否している。オーストリア自由党は 欧州会議主義を支持しているとみなされており、補完性原理も支持している。条約改正時における国民投票の実施に賛成し、欧州連合加盟国により大きな自己決定権を与えることを求めている。これに関連して多文化主義とグローバリゼーションの無理強いと移民の大規模流入によって、多様な欧州の言語と文化を人為的に均質化してしまうことを オーストリア自由党は強く拒んでいる。欧州段階でトルコとの友好前輪条約を締結することに党は賛成しているが、トルコの欧州連合加盟には反対を表明している。その理由として文化的にも地理的にもトルコを欧州の一部とはみなすことはできないとしている。欧州連合加盟の適格性を判断するコッペンハーゲン基準をトルコが満たしていないことも、 反対理由としている。また、党は、北、大西洋条約機構のような軍事同盟に加盟することに反対している。オーストリア自由党は強度であるオーストリアの守護者と自認しており、国家のアイデンティティと独立性の確立を約束している。オーストリアは元来、移民国家としての原理で形成されていないと理解した上で、ダブリン協定の組み替えと移民流入の停止。 並びに犯罪を行った外国人の無条件国外退去処分を求めている。子供たちと生活を共にする夫と妻の共同体が家族とみなされる。伴侶と共に生きる根源的な場のみが家族であるとみなされている。オーストリア自由党は同性婚を許容しない。オーストリアは移民国ではないという原則に照らし合わせると受退調節を伴う家族計画は許されない。 女性クオータ制やジェンダーメインストリーミングという考え方をオーストリア自由党は実際存在するあるいは誤解された男女の差を是正しようとする優遇措置であると捉えており個々人において不公正なものであるとして拒絶しているオーストリア自由党の支持者に関する社会学的分析関して幾人かの政治学者たちや世論調査研究者たちの見解が明らかにされている 政治学者、アントン・ペディンカによると、オーストリア自由党の支持者たちは、国民保守主義思想に染まっている者たち、社会の現代化とグローバリゼーションの敗者たちから構成されている。現代化の敗者たちは、他の者たちよりも極右思想に抵抗感を持たず、とりわけ移民流入に直面した場合は、極右思想の影響を受けやすい。ただし、オーストリア未来同盟との分裂以来、 この支持層を獲得するために両党は争っている。オーストリアの政治学者、フリッツ・プラッサーは、オーストリア自由党を核となる部分は支持者の4割ほどであり、それもイデオロギー的に強固な支持者であるという見解を明らかにしている。支持者の多くは、抗議票としてポピュリスト的政治を主張しているオーストリア自由党に投じているとみなしている。政治学者、 ペーター・フリッツ・マイヤーによると、オーストリア自由党に投票した、支持層において、義務教育学校卒業者の割合が、とても高く、都定教育修了者と男性の割合も高さが、指摘できる。さらに、以前はオーストリア社会民主党を支持していた、労働者階層の一部が、支持政党を変更した可能性も考えられる。オーストリア自由党は党内において増大している。 ラディカル勢力とは距離を持っている若い有権者層に集中的に呼びかけを行っている。同様に社会学者で世論調査の研究者であるエヴァ・チェグロビズは以下の事実を確認した。有権者の教育レベルが高くなるにつれてオーストリア自由党への投票割合は少しずつ低下していく。加えて彼女は以下のことを指摘している。若い世代層においても同じ世代の中で 低いレベルの教育を受けた者、あるいは教育程度の低い両親の家庭出身者は、オーストリア自由党への投票する傾向が強い。2000人を対象にした2010年の世論調査によれば、オーストリア自由党は、旧ユーゴスラビアからの移民が多かった地域で、平均以上の27%の支持を得ていた。加えて、この層においてオーストリア社会民主党に次ぐ支持を、党は得ていた。これは、 党首ハイムツ・クリスティアン・シュトラー・ヒエによるセルビア人に向けた選挙キャンペーンが狙い通りに成功した結果とも言える。2000年代中頃以降、彼はセルビア正教会において祈祷の際用いるコンボスキニオンを常に手に持ちながら公式行事に参加し、選挙ポスターにも映っている。オーストリア自由党の多くの党員はかつて在学していた大学の政治的影響を受け、 ウルシェンシャフトへの加入歴を持っている。オーストリア抵抗運動文書アルヒーフの報告によると、オーストリア国民議会第23期において、オーストリア自由党所属国民議会議員の21人中10人がメンズアと呼ばれる決闘行為を行った学生組合メンバーであり、党幹部であったマルティングラーフとのベルトネイメとも同様な経歴を有していた。 2017年のオーストリア国民議会選挙で当選したオーストリア自由党の議員51人中20人がドイツブルシェンシャフト加盟への学生組合のメンバーである。オーストリア自由党にいる副党首5人中4人が学生組合出身者である。2017年に発足したセバスティアン・フルツ首相、率いるハインツ・クリスティアン・シュトラーヒエ自由党党首のもとで 民族主義的学生組合メンバーが党内で大きな影響を得た。なお、自由党において学生組合出身の初めての党首として就任したのが右翼政治家として著名なイエルク・ハイダーだった。自由党連邦指導部のメンバー37人中22人がドイツブルシェンシャフト加盟の学生組合メンバーであり圧倒的多数派として存在している。自由党幹部が属している。 学生組合、ミーナーノイシュタットブルシェンシャフトイコールゲルマニアの歌集に反ユダヤ主義的歌詞が見つかったことに関して、学生組合の代弁者としての言動が、健在化しているという評論を、メーメト・バウマンがノイエ・チルヒャー・サイトングに掲載している。ドイツ主義的学生組合の関連で、人種主義的、反ユダヤ主義、ナチス政権時代で語られていたスローガンが、 確認できるのは事実であるとメイメトバウマンはみなしている。なぜなら1848年革命に見られるブルシェンシャフトの自由主義的理想主義によって党の路線が決められていると自由党首ハインツ・クリスティアン・シュトラー・ヒエは常に明言しているからである。したがってブルシェンシャフトとオーストリア自由党は無関係であるとする最近の見解は完全に間違いである。 実際、自由党はここ数十年において、新党員の多くを学生組合メンバーから獲得しており、ハインツ・クリスティアン・シュトラーヒエ自身がこの事実をインタビューで明らかにしている。1986年、ケルンテン州代表であったイエルク・ハイダーが党首に就任する。ハイダーは、党内の有力者や自由主義者を党から排除し、党の受け入れ化を促進した。2000年には、 国民議会選挙で躍進し、オーストリア国民党と連立政権を組み、ボルフガングシュッセル内閣を組織した。2005年4月、ハイダーが自由党離党、新党、オーストリア未来同盟を結成した。この時自由党に所属していた18人の国民議会議員のうち16人がハイダーと行動を共にしており、自由党は分裂によって、 国民議会での議席を大幅に失ったが、国民議会選挙において2006年に21議席、2008年は34議席、2013年9月では40議席と、統制を回復しつつある。2015年以降、オーストリア自由党は、ブルゲンラント州で、ハンス・ニースル州首相の下で、オーストリア社会民主党との連立州政府の一翼を担っている。 オーバーエスターライヒ州において、ヨーゼフ・ピューリンガ州首相の下で、オーストリア自由党と国民党の間で政治活動協定を結び、プロポルツ州政府としての構造が存在している。オーストリア自由党の前身、独立連盟は様々な利益集団の連合体であったが、1949年に国民議会選挙に参加した。多くの急な地形団体と同様に、 1945年に行われた戦後最初のオーストリア国民議会選挙には加わることができなかった。農民同盟や大ドイツ民族主義党等のかつてオーストリアに存在していた政党の支持者たちはオーストリア社会民主党と国民党と並ぶ第三陣営を形成しようとした。しかし、党結成に関する陣営内対立が生じ、分裂を繰り返した。 内部混乱を経て、1955年11月3日に、オーストリア自由党は設立準備会合を開催した。1956年4月7日に、ウィーンのヨーゼフ・シュタットで設立党大会を開催した。その際、最初の党首として、アントン・ライント・ハラーが選出されたが、ナチ党員という過去を持つだけでなく、ナチス新英大旅団指導者という党幹部系歴すら、有していた。 ナチ党幹部だった経歴のため、1950年から1953年まで彼は逮捕拘束されていた。党首、ライントハラーは1938年のオーストリア、併合以前にナチ党に入党していた革新的国家社会主義者であり、アルトゥルザイスイコールインクバルト内閣の農業省にも就任し、1945年までドイツ第三帝国議会議員だった。 国家主義思想の本質において、ドイツ民族の帰属を告白すること以上に、重要なことは存在していないと彼は就任演説で語った。1966年、当時の党首フリードリヒペーターが、党内の国家主義者と自由主義者勢力間のバランスを図ろうとした後で、党内において対立が生じた。この党内調整が、党内局からの批判を招くことになり、とりわけ、 フルシェンシャフト勢力の離反し、その結果、オーストリア国家民主党という極右政党が生まれた。なお、このオーストリア国家民主党は、国家社会主義の再興を図ったとして、1988年に解散を命じられた。オーストリア自由党は長い間、国民議会選挙で6%程度を得るにどまり、前身の独立者連盟時代よりも低迷していた。しかし、 二大政党による勢力均衡状況を議会で維持できるように、オーストリア社会民主党とオーストリア国民党にも取り入った中間派的存在であった。1970年、武装親衛隊注意の経歴を持つ党首、フリードリヒペーターの下で、オーストリア自由党はオーストリア社会民主党のブルーノ・クライスキー暫定少数派内閣を支持した。 1971年の国民議会選挙でオーストリア社会民主党が単独過半数を確保しブルーノ・クライスキーの政権基盤が固まったオーストリア社会民主党への不自然な支持の代償としてオーストリア自由党より規模の小さな政党を不利にする新選挙法を成立させた1980年の党大会においてノベルト指定側が率いる 党内自由主義勢力が僅差で勝利した。約5%という最低の投票率を記録した1983年の国民議会選挙の後で、社会民主党と自由党の連立内閣が成立した。党首のベルト指定側は副首相としてフレート地の罰、連立政権に加わった。ノベルト指定側は自由主義勢力という印象を得ようと尽力し、新しい支持層の獲得に努めた。 オーストリア自由党は1983年の政権参加以降もハンゲルマン主義、オーストリア特有のドイツ民族主義という根源にこだわり続けた。国防省、フリートヘルム・フリシェンシュラーガーも法務省、ハラルド・オフナーもドイツ民族主義的発言を続けた。1985年、先般としてイタリアで長年服役していた。 ナチス親衛隊少佐のバルターレーダーが釈放され、母国オーストリアへ帰国した際、自由党出身のフリシェンシュラーガー国防相は握手で歓迎した。オーストリア自由党大学生組織の全国代表という経歴を持ち、1967年にオーストリア自由党から分裂して、極右政党オーストリア国家民主党を設立したメンバーの一人だったのベルトブルガーは、法務省、 ハラルド・オフナーを以下のように表した。我々の世界観に関して、法務省、ハラルド・オフナーとは全く違いはない。なぜなら、彼は隠れ、オーストリア国家民主党党員ではなく、真のドイツ人だからであるとブルガーは語った。イエルク・ハイダー会 P 党首1986年、チロル州の州都インスブルックで開催された、党大会での決戦投票において、僅差で勝利し、 イエルク・ハイダーはオーストリア自由党の主導権を握った。その結果、フランツ・フラニツキー首相が率いると、オーストリア自由党との連立政権は終了することになった。オーストリア自由党には、大学生組合を中心とする以前からの支持層が存在していたが、ハイダーは新たな支持層を加えようとした。とりわけ、伝統的に社会主義的な傾向を持つ労働社会級から、 新たな支持層を得ようとした。多くの手段とスローガンを用いて、ハイダーは新たな支持層を加えることに成功したが、オーストリア内外において自由党はより厳しい批判にさらされた。直接民主主義的手法を彼は好んでおり、外国人敵視的指摘、人種主義的スローガン、とりわけ、ナチス政権に関する彼の肯定的発言によって、ハイダーは右派ポピュリスト。 デマゴーグという評判をもたらした。1991年、彼はナチス政権の総体化を行い、党を極右主義の方向に、イデオロギー的に引っ張る、中心的人物であると評価された。その経過において、党の中心をウハラギカルから、ネオナチ系の人物で埋めていった。オーストリア自由党のオーストリア第一を掲げた、ウケエカ路線は、 1993年になって最初の党分裂を招いた。ハイデシュミットラ5人の議員がイエルク・ハイダーとの論争後、党との関係を断ち、新党自由フォーラムを立ち上げた。党内自由主義派がマージナル化したことで、ドイツ民族主義派、ウハラデカル派の勢いが強められた。新党の自由フォーラムは1999年まで国民議会に議員を出していた。 リベラル派の離党によって、オーストリア自由党は1993年に自由主義政党の国際組織自由主義インターナショナルから離脱した。この自発的離脱によって、国際組織から除名される不明誉な事態から党を守った。1993年の党分裂に関わらず、オーストリア自由党は野党として驚くべき躍進を遂げ、 1999年の国民議会選挙で26.9%の得票率を得て第2党になった。2000年にはオーストリア国民党とオーストリア自由党の連立政権が成立し、ボルフガング出世ル首相率いる内閣に加わった。オーストリア自由党のスザンネ・ネライス・パッサーが副首相として入閣した。極右政党であると見られたオーストリア自由党の政権参加は、 激しい批判を招いた。党内において批判が巻き起こっただけでなく、対外的にも批判が受け、欧州連合諸国はオーストリア連立政権に対して制裁措置を発動するに及んだ。さらに、オーストリア自由党には、閣僚としての適性を持つ人材が少ないことが明らかになり、エリザベートシックル、ミハイル・クリューガー、ミハイル・シュミットラ閣僚に就任した政治家たちが、 個人の能力不足で短時間で交代することになった。連立政権に入った中央なグループと党内にいるイエルク・ハイダーの支持者たちの間で調停不可能な深刻な対立が起きたために2002年や2002年にはインターネットサービスプロバイダー企業が不祥事を起こし、オーストリア自由党は1年間を通して経済スキャンダルに巻き込まれた。2005年には再びゲアした。 2017年会員選挙による躍進編集中道右派の国民党と中道左派のオーストリア社会民主党による大連立政権が難民への対応などをめぐって崩壊していた。そのため2017年10月に前倒しで会員選挙が実施された。選挙前の各種世論調査で中道右派の国民党は33から34%の支持率でトップ。 難民危機後に一貫性のない難民政策を批判されて辞任したベルナー・ファイマンの代わりに、オーストリア鉄道の前社長から2016年5月に新たに就任していたクリスティアン・ケルン首相が所属する、中道左派のオーストリア社民党の22-27%の,の支持率に第三勢力として、オーストリア自由党が24-27%で、第二党に激しく迫る、世論調査結果だった。 オーストリア自由党新調の背景として、オーストリアが数多くの難民、移民の聖王、北欧の先進国を目指す、際の経由地となったことで、オーストリア国民の抱いた不満を吸収していたことだった。自由党は、その後しばらく政党支持率で、長らく首位を維持していたが、中道右派のオーストリア国民党は2017年5月に、難民にも強硬姿勢を取る31歳と若い。 セバスチャンクリス外相を党首にすることで、支持率主義を取り戻していた。2017年10月15日に行われた、オーストリアの会員である、国民議会選挙にて与党として、連立政権を率いていた、中道左派のオーストリア社会民主党が26.8%に、2015年の難民危機後に支持を高めた反移民、反イスラムのオーストリア自由党は、 第三党だったが26.0%の得票で社会民主党に僅差の結果であった。躍進が後退した背景として中道派の国民党がオーストリア国民に圧倒的人気であるクルーツ外相を当初に就任させたことと国民党の移民政策の厳格化を受けて選挙戦終盤に国民党に支持を奪われた。しかし前回選挙から6%ポイント近くも 得票率を増やしたことと、二大政党で、中道左派政党である、社会民主党に、僅差の得票を獲得したことなどから以前より、躍進したと評された。12月15日に、国民党のセバスティアン・クルツ党首を、首相、自由党のハインツ・クリスティアン・シュトラー・ヒエ党首が、副首相に就任させることで、連立政権を成立させることが決まった。2019年5月に、 シュトラーヒエが自身の不正疑惑の報道を受け投手、副首相からの辞任を表明。これに伴い自由党は国民党との連立政権を解消した。シュトラーヒエの公認にはノルベルトホーファーが就任し、5月27日に採決された野党、社会民主党提出の内閣不信任決議案に自由党も賛成に回ることを決めた。このため不信任決議が可決され、 クルツは首相を失職することとなった。これがオーストリアで第二次世界大戦後以降初めての内閣不信任可決となった。2019年オーストリア国民議会選挙では20議席を失う大敗を喫し、31議席を有する第3党になった。同年10月23日、フィリッパ・シュトラーカが自由党から除名され30議席となった。 1949年から2013年までの選挙結果、祖覚形態、ありがとうございます。